こんにちは、アドバファミリーです。はい、ということで今回はですね、ゆかりん初めてのジムに運転してみたいと思いまーす。イエイ。今回乗るお車はこちらでございます。はい、ということでですね、こちらの青いジムニーはパパさんの車ですね。はい、早速乗ります。はい、はい、ということで行きましょう。あれどこ？あれどこ？行くよ。うん、気をつけてね。ブレーキの位置と。うん。大丈夫。何を気をつけるの？何かと。大丈夫だ。なんか車の運転自体久しぶりですね。本当？お、大丈夫かな？うん、大丈夫。大丈夫？来ない。大丈夫来ないよ。うん、オッケー、レッツゴー。無事出れました。レッツゴー、レッツゴー。あ、高い、見晴らしがいい。いいでしょ。うん、ね、いい感じ。初めてだね、自分で運転するの。初めてだよ。車高がさ、うん、高いね、やっぱり。うん、何、今日は何？そう、あのね、今日はですね、うん、パパさんの行きたいところに、うん、ゆかりんがジムニーを運転してお連れしたいと思います。あ、ベルファイアのが快適だからベルファイアの方がいいじゃんって言っちゃダメだよ。そうだよ、パパは今日はこれに乗って行きたい気分だから。そう、うん、あのベルファイアもあるんですよね。うん、あるんですけれども、うんうん、まあゆかりんね、運転したい、うんうん、こっちをね。あ、そういうことね。うん。じゃあパパも多少乗りたいし、じゃあ一致団結ということで。そうそうそう、ベルファイア全然違う言葉だな。安心して乗ってください。今日はゆっくり助手席で休んでください。はい、わかりました。ありがとうございます。ママどう、大丈夫？うん、ゆっくり楽しませていただいております。どう、後ろどう、うん、狭いよ。ゆかり前に出てるから。あ、そうだよね、前、ゆかりが結構前だからね。うん、親近感湧くね。うん、親近感湧くでしょ。うん、ね、当たり前のようにベルファイアだと当たり前のようにしてたけど、これだとすっごいよね、近くさがすごいもんね。めっちゃ近い、うんうん、後ろも近いね。そう、若干ぼやけるもんだって。そうだよ、本当。そ これぐらいにならないと、これぐらいでやっピンと合う。本当に今日はね、うん、行くところは、うん、とりあえず、うん、日本一大きいホームセンターが千葉県にあるんですよね。うん、そう、そこに、うん、とりあえず行きたいなと思ってます。うん、あのパパさんも、まあ、みんなもそうだし、うん、結構見てて楽しいんですよ。楽しいね、あそこね。大きいからさ、うんうん、でなんか最近パパもカスタムするようになって車を、うん、なんか工具とかよく見たりするじゃない。そうそうそう、工具が面白い、ね。うん、だからそこにね、うん、行きたいと思います。うん、整備の技術はどうであれ工具が楽しい。なんかちょっとやつっぽい。でしょ。ちょっとハンドリング違うでしょ。これがいいんだよ、これがいいんだよ。なんか、うん、全然違う。うん、あ、そうなんだね。そう、グズグズでしょ。グズグズなんだよ、でもいいんだよこれが。そう、いいんだ、いいんだ。だからね、ちょっとステアリングダッパーつけてちょっと安定性をね、うんうん、が欲しいなっていうふうに思ってんだけど。だから本当はね、今日じゃなかった、パパ的にはね、うんうん、今日じゃなかった、うんうん、でもゆかりんもう乗りたいって言うから、うん、だからもういいかな。本当に軽くなったんだよ、リフトアップしてキャスター変えて。うん、これワインディングみたいなとこ走ったら大変だから、もうグズグズだからもう。恥ずかしいから。それがね、またいいところなんで、うん、いや、いいんですよ、だからね、うん、ほらよく言うじゃない、うん、ね、出来の悪い子ほど可愛いって言うけど、うん、まさしくその通りで、うん、これをほら少しずつ改善しながら、うん、ね、うん、同級生と一緒に、うん、同級生の手を借りながらさ、一緒にこう楽しみながら、うん、自分好みにこう育てていくっていうね、それが楽しいんだよこれ。本当だよ、うん、ちょっと緊張するな。なんか普通の車乗ってるよりも緊張する。なんかハンドルが怖い、なんか。なんでこれ、なんかフォフォするこれ。そうなんだよ、フルフルする。そうなんだよ、だからグズグズなんだよ。これもジムニーの良さ。なるほど。でもっとひどくなると、こうシミ現象とかジャダー現象ってブブ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 ってこうなるらしいから。やば。どんだけ切ったらどんだかも乾くかわかんないね、あんまり。わかんない。
って曲がり方がこうやってなってもさあっていうかこれねこれねパパ熟年一応ね運転は熟年ね、うん、結構長年運転してるから結構な息っていうかね結構もうそんなにあの初心者ではないんだけれどもそれでもね結構だよクリアなんだ、うん、結構難しい、うん、でも全然乗り心地よくなってると思うな前の食器より全然いいと思うお前のひどかったもんなガツンガツンってきてたよねガン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 って感じだったけど後ろに乗ると特に感じる、うん、もうそろそろでございますよはい大丈夫ですかはい大丈夫でございます来ました来ましたすごいねやっぱり、マジかめちゃめちゃすごいねそうだよ ね、 そね土曜日だもんねおお、うん、こんなもんだよ大丈夫だ大丈夫だちょっとどれくらいですかあ、いいよ大丈夫遠くても大丈夫だよすぐつけないでくれるあ、大丈夫十分につかないこっちじゃないちょっと遠い遠いね大丈夫大丈夫全然いけますはいはい、はい、いいよオッケー到着しました到着なんか変な汗かいてるゆかちゃん、なんか緊張しましたそれでははい行きましょう行きましょうはい、はい、お昼ご飯はリンガーハットで買ってきましたここ来るとリンガーハット多いよね多いそうなんですよ長崎ちゃんぽん今は冷やし冷やし皿うどん混ぜ麺でいただきます。いただきます。美味しそう。冷やすとベジマッチ。どう？美味しい。これ美味しい？間違いないやつ。これ間違いない。美味しい。これ美味しいですよね。あ、完食でございます。うわー、食べました。食べた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。久しぶりの長崎ちゃんぽん美味しかったでした。それでは、それではレッツゴー。右でいいのかな。うん、右でいい。あ、逆か。左でいい。耐えるでないすぐ。待ってね。あ、オーライ、滑るオーライ。行っちゃってどうぞ。はい。ゆかちゃん、キャンプ用品買ったね買ったねすごいね買ったね買っちゃったねソロ用ソロ用お、いいねそれではホームセンターの方に行きましょうかねはい、はい、お願いしますはいあ、ちょっと待って、初めてのバッグだうん、そうだちょっと初めてですね。うん、大丈夫ですか。全然大丈夫だ。エルファイア運転できるんだ。はい。バックモニターがありません。どうこれで。全然。オッケー。はい、着いたよ。着いたよ。今左足スカッカからってね。スコーンってなんか左足ね。欲しいのあった。どれ？これ。ゆっくり見てくださいお買い物中でーすお買い物お買い物ティータイムです大好きなお茶お茶タイムあ、デザートセットでいいや、こんな感じだうん。ではアイスレモンティーにします。アイスレモンティーでかしこまりました。お願いします。はい、ごゆっくりどうぞ。買った。買った。こちらを買ったそうです。はい。わ、美味しそう。デザート来ました。美味しそう。いただきます。いただきます。いただきます。
リーミーなティラミスのベリーマンチョ。やばうま。マスカルポーネがすごいクリーミーでめちゃくちゃ美味しいじゃん、これ。美味しいよね。美味しい。です。ママさんどうも。チョコレートケーキ美味しい。美味しい。滑らかで美味しい。完食でございます。完食です。ちょっと汚いけどね。美味しかったです。とても美味しかったね。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次のお宝に行きましょう。はい、ハンドル。ハンドルくっつけようか。くっつけようか、これ。ステッチディンプルハンドルカバー。買ってきました。よくつけちゃいましょう。これね、あれツートンになってるのがちょっとね、ミソなんですよ。ここね。そう。大丈夫、ハンドル押さえとこうか。さっき。ちょっと待って。ハンドルロックないみたい。よし、来た来たやったね。あ、おしゃれになった。いい感じじゃん。どういい感じ、いい感じ。なんかちょっとちょっとらしくなった、うん、らしくなった、らしくなった、ね、ステリング公開したいなと思うけど、まだちょっといろんなやりどころとかあって、もうちょっと先になりそうだから、うん、とりあえずそれまでここ、これで、うん、あ、いいよ。いい、うん、いい、いい、うん、あ、よかったね、うん、いいです。はい、ということでね、今日はゆかりんが初めてジムニーを運転してパパさんのことを行きたいところにお連れしました。ありがとうございました。パパさんはいかがでしたでしょうか。ありがとうございました。もう満足で、もうまた明日から仕事頑張れるという感じです。よかったです。こうやってね、はい、ゆっくりなかなかできないので、はい、しかもなおさらゆかりんがね運転するっていうのもあんまりないからね、はい、よかったのかなと思います、はい、助手席に乗って行きたいとこ勝手に連れてってもらえてとても良かったんでございます。だけどなんかちょっとだけね、多分ね、自分で運転してるのが楽かなっていう部分はねあったと思う。いや、そんなことないよ。もうあの助手席乗ったらね、もうあの気持ちをね決めちゃいますもん。はい、決めるんかい。はい。でゆかりも今日初めてジムニーを運転してみて、うん、なんかねやっぱり普通の車とは違うというか、うんうんうん、なんかちょっと遊び心のある、うんうん、遊び心をくすぐるというのかな、うんうんうん、車だなって思いました、うんうん、楽しかったです。あ、本当よかった、うん、あのハンドルねグツグツって言ったんだけれども、うん、あの直進安定性はね、うん、これでもあのリフトアップして、うん、ちょっとキャスター角ってやつ変えてね、うん、すごくあの直進安定性はよくはなってるんでね。そう、すごくある、うん、ただやっぱりカーブとかね、この辺の感覚が普通の乗用車と比べるとちょっとハンドリングが違うかなっていう、うん、まだまだ煮詰めなきゃいけないなというところでありますね。はい、本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。